今日は、デンマークで気づいた、なんか日本で女の子スラッシュ女性として生きてきたことがどれほどそのボディイメージっていう観点から自分の心に負荷をかけてたかってことに気づいたから、それについて話していこうと思います。で、なんかそもそもなんか事件はノルウェーで起きたんですけど、なんか3ヶ月前くらいからデンマークに来てて、3ヶ月4ヶ月まあそんぐらいで、先週1週間ノルウェーで修学旅行だったんですね。で、まあ、普通にシャワー浴びようと思って服脱いで鏡に映った自分を見てめっちゃびっくりして、私めっちゃ太ったってなったんですね。で、めっちゃ太ったってびっくりした衝撃で多分こういう感じのポーズをしたのかな。で、そしたらここにもセルライトがもうバーってできて、本当にもう最悪ってなったってことがこの一連の出来事の始まりなんですよ。で、なんか今はこうやって笑って話してるけど、その時は割とショックで泣きそうで、その後、まあ、シャワー浴びて修学旅行だったにもかかわらず、なんかもうみんなとワイワイする気もなくしてショックすぎて、で部屋に帰って、まあ、いろいろ一旦落ち着こうと思っていろいろ考えたんですよ。で、まずそう冷静になって考えたこと、その1は、その太ったっていう事実が自分のソーシャルライフに影響を与えちゃってるわけじゃないですか。うわ、もう人ともすら話したくないみたいな、それって割と問題だなと思ってっていうのが1つ目。で、2つ目は、私ダイエット遍歴がマジでいろいろあって、すごい太ったりとかで、その反動ですごいなんかダイエット頑張ったりとかで、なんかひどかった時とかは痩せたすぎてなんか2日に1回しかご飯を食べないみたいなのを2ヶ月ぐらい続けて、だから月曜日なんかご飯食べたらもう火曜日は何も食べみたいな、水曜日食べたら木の何も食べないみたいなのを2ヶ月ぐらい続けたら、なんか爪もボロボロになったし、何にも食べない日でも大学もあるしバイトもあるから、なんだろう、バイトで頭回らんくってめっちゃ怒られるとかそう、もう生活ズタボロみたいになってまでも痩せなきゃマインドにとらわれてたりしたっていうダイエット遍歴があったんですね。で3つ目に考えたことは、でもそのダイエット遍歴ってか、そのダイエット痩せなきゃ痩せなきゃマインドからデンマークに来てから解き放たれることができたんですよ。で、なんでかっていうと、日本にいた時ってその前の3月に私卒業したんで、大学を女子大生だったんですよ。で、まあその前は女子高生だったんですけど、その日常的に周りの女の子が痩せなきゃとか太ったとか、なんだろう、ダイエットとかいうのを本当にもう挨拶かのように日常的に繰り返してて、周りの子も言ってたし自分も言ってたしっていうのが日常だったんですね。でもデンマークに来てから気づいたんだけど、周りの女の子全然そういうこと言わなくて、その内心どう思ってるかまでは知らないけど、少なくとも日本にいる時みたいにみんながみんなそういうことを口にしてるっていう環境には今いない。で、それがもう自分の心にはすごくすごくプラスな影響を与えてくれてて、私はすごくそこが嬉しいんですけど、あともう一個、ファッションも結構それぞれで、日本って結構みんながみんな流行りのファッションを追いがちな文化があって、そう、もちろんみんながみんな追いがちなだけであって、個性的な方もいるしファッション興味ない人もいるけど、でもなんだろう、私はバイト行く時電車で都会に出てたから、そのすっごい細い女の子たちが流行りの服をなんか着こなしてるのを日常的に目にしてて、なんだろう、なんで私あんな風に細くなれないんだろうみたいなことを、もう毎日毎日電車で往復で1時間だった、全体合わせて1時間だったから、まあ、そういうこと1時間とか考えちゃう日とかもあって、それが本当に自分の心にはすごくすごく悪かったなってことにこっちに来て気づいたの。あっちにいた時はもう本当にそれが日常すぎてそれにも気づいてなくて、そう、それもすごく問題だったなって思ったし、こっち来て気づけてよかったなって思ったんですね。そう、それをこう修学旅行中に一人で引きこもりながらベッドの上で考えてた。はい、ってことで最終章です。これからなんかじゃあどうしていこうって考えて、やっぱり体重の無駄な増減とかはもう繰り返したくないし、あとノルウェーにいた時みたいにその体重の増加によって人生とか生活の他の部分に影響をきたしてほしくない。例えばその今回だったら、なんだろう、友達と関わる気もなくしちゃうぐらいすごい落ち込むとか、そういうのも避けたいなと思って、どうしたら
ずっとずっとボディポジティブでいられて心身健康にいられるかっていうことについて考えました。で、私的にその今回の経験を通して要因2個あるなと思って、1個は環境で、環境はそのさっきもデンマークと日本の対比を少し話したけど、その囲まれる人とか発する言葉とか日々日常的に目にするものとか考え方とかで、すごくすごく知らないうちに蓄積されて自分の中に影響してるなと思ったから、まあ、今その日本じゃなくてデンマークにいるからそこまでそこに関する心配はないんだけど、 SNS とかでもインスタ減らしたりとか、あと YouTube でも何だろう、1ヶ月でマイナス5キロとか2ヶ月で腹筋割れるとか、なんかそういう非現実的なものはからは一回距離を置こうかなって思いました。できるか分かんないけど頑張ろうって自分のためにね思います。で、あとは自分自身もなんか根本的にもっと変えなきゃいけないなって思って、てか変えたいなって思って、なんでかっていうと、その日本からデンマークに来て環境が変わって、せっかくあんまり痩せなきゃマインドにとらわれずに住んでたのに、そのノルウェーに来てその何かの出来事をきっかけにバッてなんかね、いろいろフラッシュバックしちゃってまたわーってなったから、なんだろう、やっぱり自分も内側から変えていかなきゃいけないなと思ったのが結構今回大きかったです。だから最近ポッドキャスト聞き始めて、その YouTube からいつも情報を得てたけど、今回はその情報の媒体に YouTube 使いたくないなと思って、久しぶりにまたポッドキャスト聞き始めたら、なんかめっちゃいいし落ち着くし、そのどうやったらボディポジティブになれるかなとか、セルフコンフィデンスとかセルフラブとか、いろんな情報源がたくさんあるから、ポッドキャストでいろいろ勉強し始めました。そう、どうやったら自分のこと大好きになれて自信に持てるかなっていうね、勉強を始めた。あとは正しい食の知識を身につけようと思ったですね。なんか日本なん2年前くらいからベジタリアンの生活始めて、日本にいる時は結構ビーガンだったんですけど、こっち来てからベジタリアンとビーガン行き来しつつビーガンになろうと頑張ってるって感じなんですけど、冷静に考えたらビーガンとしてどうやって正しく食べていったらいいかあまり知らなかったなって思って、でその食生活アドバイスをその巷のダイエッターからはもう受けないって決めたから、彼らは痩せたかもしれないけど、なんだろう、その体に対するプロではないっていうのが私の個人の意見だから、だから私のこのお気に入りの先生がいて、この人はホールフードプラントベースっていう未加工かつビーガンが一番体にもいいよって勧めてる先生なんですけど、この人はすごいエビデンスに基づいて話してくれてるから、なんかそういう確かなる確固たるところから情報源を入れて、正しく、なんだろう、今は食べると太るとか食べることイコール悪みたいなマインドセットにまだとらわれてる部分があるから、どうやったら正しく心身健康に食べていけるかなっていうのを一からもう一回ちゃんと勉強しようと思って、そう、これをね、この人の情報をいっぱい見ていこうと思います。あとは食事の記録と運動の記録もしようと思いました。なんでかっていうと、私記録が好きで、なんか記録オタクみたいなところがあって、そう、しかもなんか記録したのをなんだろう、可視化できると安心するから、多分自分を落ち着けるのにいいかなって、いい手段かなって思って、そう、食事と運動の記録をノーションか、まあ、インスタかどっちかにしていこうかなって思います。で、あとはお菓子の食べ方、なんかお菓子とか食べるときはその場で食べたいかどうかっていうよりも、食べたその3時間後とか1日後もハッピーでいられるかってことを基準にお菓子を選んでいこうかなって思います。で、例えばだけど、あ、今この瞬間チョコレートケーキ食べたいと思ったとしても、今は食べて、あ、美味しいって一緒になるかもしれないけど、後から食べたことに自己嫌悪をずっと食べた3時間後4時間後感じちゃうぐらいなら、今一瞬我慢して3時間後4時間後も、あ、今日はケーキ食べずに我慢できたってハッピーでいられる方が私の心にはいいかなと思ったから、それをお菓子の食べる基準にしてみました。ただ私がここで言いたいのは、その惰性で食べないって、惰性とか衝動的に食べないって言ってるだけで、例えば友達とカフェ行って美味しくケーキ食べるとか、食堂でケーキが、なんだろう、食堂でなんか出たお菓子とかを友達と楽しく食べるっていう、そういうのは重要だと思うので、あの状況に合わせて見極めていきたい、いきます、はい。
はい、ってことで今はちょっと疲れちゃったからベッドに寝っ転がってるけど起きよう。よいしょ。そう、なんか試して良かったこととか勉強したことのアウトプットとか記録の経過とかもつけていってまた載せていこうかなって思います。これはなんか一番はやっぱ自分のためかな。だってハッピーにいたいし自分に自信があった方が絶対人生なんだろううまくいきそうな感じがするっていうかすごく幸せだと思うし楽しいと思うから頑張ろう。これがそうだ今年の目標にしよう。うん、2022年、もう5月になっちゃったけど、そうこれ今年の目標にしようってことで見てくれてありがとうございました。バイバイ。